今日はレッスンをしてきました。最近そうサマーセットソングリストのリハーサルはねちょっと長めなんですよ。そうだから眠たくなっちゃうの、一日終わると。こんばんは。みんなは今日はお仕事とか学校とかでしたか？お疲れ様。火曜日。そうなの、多分ね、みんなね、配信、いつも配信してる時間とかにリハーサルが入ってる可能性があるよね。ちょっとみんなの配信時間は把握できてないけど。お仕事お疲れ様でした。お疲れ様。働いたの、今日も働いた。お疲れ様。しばらく誰も配信してなかった。あら、本当。じゃあ配信するぞ。イエーイ、配信します。そうなの、明日私公園いないんですよ。なんと私そう、あのなんだっけ、お話し会してた時に私今週の水曜日にあの公園にいないことを自分で気づいてなくってね、教えてもらいました。そう、魚の骨が刺さったの。スイスイ水曜日なのにね、スイスイ水曜日なのに残念、残念だね。でもそう、私はそうどこかでスイスイしてるからね、こっそり出てもいいかな。もう一つさ、ポジション作ってもいいかな。あ、魚が泳いでる。もう怖い魚。お姉さんどの辺にいたの？この辺。なんか普通刺さるところってもっと上なんだって。でもこの辺で刺さってたの。怖い、初めて刺さった。スイスイがカメラマン、やりたい、カメラやりたい。こうやって多分明日の DMM ね、ブレブレだよ私がやってたら。それかさ、音響さんとかやってさ、カイリさんのマイクとかさ、ちょっとこうやって上げちゃったらみんなの耳がフォーンってなる。いたずら音響さん。なっちゃんが DMM カメラしたら誰の推しカメラするの？多分さ、誰も映らないと思うんですよね。もし私がやったらみんなのなんか足とか撮っちゃいそうな気がする。あと間違えて客席とか撮っちゃいそう。あの速さで動くメンバーをさ、ちゃんと可愛く撮れるカメラさんって本当にすごいと思うんですよね。なんかさ、人を追いかける機能とかあるのかな？全部手動なのかな？あ、受付、確かにやりたい。写真撮影の方のカメラマン、わあやりたい。もし私がカメラ持ってたら PA 席から撮りたいな。でもカメラ持ってない。天井とか撮りそう。絶対にそうだよ、私天井とか撮る。 MC の時とかはちゃんと話に合わせて撮らないといけないね。そうだよね、
ちゃんと内容を聞いてその時に合わせた人を取らないと。確かにピントも合わせないといけない。確かに確かに。え、わかる。亀戸席あったらいいですよね。え、カメラ貸してくれるの？カメラ落としちゃうかも貸せない。簡単にスイスイにカメラは持たせられない。バニーメリーちゃん撮ってたの？それは知らなかった。そういえば確かにメリーちゃんバニーだった。そう、私は落としちゃうかもしれないからおしカメラはあれだよね、あのなんだっけ、生誕祭の時とか推しカメラになりますよね。映るんですねえねえ。あのさ、ちょっとエモくなっちゃうじゃん。私が撮ったやつ全部エモくなって、ちょうどブレちゃったりとかしてもっとエモくなっちゃう。うるうるしてた？スイスイはバニーはしないですあのメリーちゃんバニーはしないですよ。ちょっとハードルが高いです。スイスイが小さい頃はフィルムのカメラデジカメを、おばあちゃんがくれたちっちゃい時。それってフィルムカメラですか？フィルムカメラってなんだ？フィルムカメラ。カメラ屋さん。ああ、なるほど。それは確かになかったかも。触ったことないです、カメラ屋さんに行くやつ。あ、もう全然おしゃべり会そう、なんかね、そういろんなね例に行くと、その受付終了から時間が経って、そう私が待ってた話ね全然いいですよ。私はその待ってる間遊んでるので。そう、あの なんだっけ、受付が終了したけどまだ他の例並んでる方がこのあと私の例に来ますよってなった時に、あの何もすることがなくなる時間があるんですけど、その時はあの前にいるファンの方とコミュニケーションをとっているので、全然ずっと楽しい時間です。待ってらっしゃる時目があった気がするいっぱい見てるからね、こうやって。あ、そう、自撮りなんかもしちゃいましたよ。お、さやかし服よかった、ありがとう、嬉しいです。じゃんけん私強いでしょ。私じゃんけん強いんですよ。そうそう、待ってる間、そう、じゅっちゃんの例にもお邪魔したりしたし、あとは前にいる方ちょっと見えるんですよ、ついたてからこうやって見たらね。だからそれでほーってしてました。
あ、じゃんけんはね、でも今回は意外と負けましたよ私。前回は本当に2回くらいしか負けなかったんですけど、今回は5回くらい負けました。でも勝ちの方が多かったからまだセーフです。あら、よかった、かわいかった、ありがとう、ありがとうね。じゃんけんに勝った人は、ちょっとずるですね私が一番強いはずなのに私が強いと思ってあの分を設けたのに負けた。なんで？なんで？いや、いろんな要望ありましたね。でも、あ、でも意外とそう、あの体力削る系のものはたまにしかなかったので、大丈夫でした。そう、じゃんけんは強いんですよ。そう、みんな優しかった、びっくりした私。え、それでいいのって言った。あ、でも逆にそのじゃんけんでファンの方、私が勝ってファンの方が負けた時にそれでは萌え台詞をお願いしますとか私が私から言って、それでは萌え台詞をどうぞとか言ってみんな苦しんでたあとはじゃあこれから私に愛の告白をどうぞとか言って楽しんでましたね。そう、みんなそこにはさ、あの気づかなかったでしょ。じゃんけんで自分が勝ったらあのスイスイがお願いを聞いてくれるだけだと思ったでしょスイスイが勝ったらみんながそのお願いに答えてもらうすごい運分でしたね。剥がしの方はどういう、確かにどういう気持ちで見てたのかな。でも私今回あのすごくみんなのことをねこう見すぎてて、剥がしの方もここにいらっしゃるんだけど、なんかいることを忘れちゃうくらいなんか一人一人とすっごい向き合ってたみたいで、確かに今思ったら剥がしのみんなに告白とかやらせてしまったの剥がしの方が見てたのかな、ごめんね私にはもう剥がしの方が透明人間に見えてしまってたかもしれない。シュッシュの剥がしさん優しかったの？あら、それは良かったです、ありがとうございます。はがしさん、あ、そう、前回のあの別の時のおしゃべり会でファンの方とすごいお話が盛り上がった時にはがしの方が吹いたんですよなんかそう吹き出したんですよ、はがしの方が笑ってたの。なんか3人で話したみたいな感じになってて面白かったそう、なんかさ、私あのなんだっけ、なつきちゃんすごい目見てくれるって言われたんですけど、私ってやっぱ目をこうやって見てるのかな、なんか無意識だったかも。みんなの
やっぱり普段さずっとおしゃべり会、対面のおしゃべり会が全然なかったじゃないですか。その間にみんなの好きが溢れてしまって、多分みんなの動向の先を見てたんですね、きっと見すぎてたんですね。ああなるほどね。はい、お時間です、さよならってするか、お時間ですよ、あゆっくりどうぞのタイプがいるっていうことですね。スイスイっておしゃべり会の前、はがしの方と打ち上げ、おしゃべり会の前にはがしの方と打ち上げ打ち合わせみたいなってことですか、はなくって、もうレーンについてよろしくお願いしますですぐ始まります。ね、そう20時の受付が始まっていた、皆さん待ってますね。そう私も公式 LINE で知りましたそうリハーサルしてて公式 LINE で、ああ始まってる、ボーレンで同時にダジャレを言った瞬間に、待って同時にダジャレを言った瞬間にからちょっと同時にダジャレを言ったんだね。そしたらお時間ですって言ってきたはがしさんが最高でした。そんなたまたまなのかな、すごいねそれ。なんかコントしてる。脳みそ見てたんかな。そう脳みそ見てたんですね。そうそう打ち合わせはしてないですね。あ、違うんですよ、ハイブ長岡でズコってなったんじゃなくて、ハイブ長岡に行くまでの道で転んでそう今お膝怪我してますね。すごい最近は災難が続いていてね、カエリさんにお祓い行くって言われるくらいだったんですけど怪我した膝小僧をわざわざ後ろに下がって見せた赤ちゃん、赤ちゃん私ではないそれは私じゃない。不気味な夢はね、そうなんか内容あんまり覚えてないんだよね、私も覚えてなくって。空調服すごいでしょ、さカイリーさんが X に載せてたムキムキポーズあるじゃないですか、空調服のマッチョだぜムキムキみたいなポーズの写真、あれね、メイクさんが他のメイクさんに送る用の写真って言って撮った写真なんですよ。だから世界に出ること知らなくて私メイクさん専用のこのフンっていうムキムキポーズと思ってたら、なんかみんながメイクさんになってました。なのでレアですよ、実はあの写真は本来公開されるはずのない写真なのでおめでとうございます。最終部終わりに出てきてくれて、こっちも行きながらバックで帰るときこけないか心配でした。
そう、私いつも後ろ向きながらこう帰るからいつか転びますね、あれは。そう、世に出ちゃった全然あの出ていいんですけどね。楽しかったです、空調服。あの空調服着てカメラが回る前にカイリさんと後で踊りました。それではお願いしますって言われる前に二人であれ着て後で踊りました。僕だっていっぱいいっぱい、そうで踊ってたら声かけられて、そう、あ、すいませんいいですかって言われてあ、すいませんすいませんってすぐに戻りました。確かに後での衣装にもあれつけられそう。あれは私最初あんなに膨らまなかったんですよ。カイリさんがすごくうわって膨らんでて、私全然膨らんでなくて、いいな、それどうやってやってるんですかって言ったら、ちゃんとこことか締めて締めて全部キュッキュッて締めたら、私もベイマックスみたいになって、で風が吹いてて涼しかったです。海水の後で見たい。お、嬉しいね。また後でやりたいんですけど、今のところちょっと予定がないんですよね、後での。そう、羨ましかった。いいなって、いいな、いいなって思いました。そう、全部ちゃんとキュッて閉めたら、中で空気が溜まってボッて膨らみました。ナレーション、そう、ナレーションもしましたね。検索検索って言った、ジモグラで検索。そう、その髪いいな。ナレーションはあの別衣装でしてた。そうなんですよ。なんでさ、そう、私カイリさんともお話ししてたんですけど、せっかくこのあの別衣装に着替えたから、声だけじゃもったいないねって話してたんですよ。映像も欲しいねって。あ、でも写真は撮ったからどっかにあげよう。そうそう、だから私も分からなくて、なんであの別衣装だったのかな。多分途中の映像の中にこうプッて入る地獄らっていう写真が衣装が良かったからなのか、告知が衣装が良かったのか、ちょっと私も分かんなかったけど、でも久しぶりに着られたので嬉しかったですね。そう、あの別衣装は日向さんの卒業公演ぶりに着たと思います。多分アイスの口づけ、なぜだか甘くて冷たくて。アイスの口づけかわいいよね。またやりたいな。でもナレーションしてるところは撮らなかったので、映像は本当にナレーションのみのあれです。そう、私はスイーツ部、マリナさんも加入してくださったので、
本格的に動かしていきたいんですよ。でもね、うん、できるところまではやります。それがけあの本当にあの何かにつながるかはわからないんですけど、頑張ります。ね、かわいいよね。大型新人すぎる大型新人っていうワードが面白い。いや、そうなんですよ。マリナさん、まさかの大先輩が、大先輩が部長ついていきますとか、どうしようって思います。私、部長を日向さんからこうバトンタッチしたわけなんですけど、もうほとんどみんな先輩なんですよね。そう、困った困った。アクスターも欲しいよね、わかる。あのそれで一緒にさ、スイーツ部できたりもするし、せっかくイラストをいただけたので、それでグッズとかどうかなと思うんですけど、あとはスイーツ部でまた配信とかしたいですね。過去にやっていた配信とかもしたいし、スイーツ部の公演とかもしたいし、企画書ね、出します。2004年あれ、最近生まれ、最近そうです、2004年生まれです。こんにちは世界、2004年に生まれたよ。スイーツバー、スイーツを作ったりしないのね。それ私がずっとやりたいやつなんです。そうそう、あの一番最初はクリスマスにケーキ作るのとかどうですかねって言ってみたんですけど、それはちょっとできなかったので、なんかケーキ作りとかだったらさ、簡単にできそうじゃないですか。お菓子って作りって物によってはその日をまたいじゃったりとか、発酵させるとか、置く時間とか焼く時間、冷やす時間とか考えたらなんか限られてきそうな気がするから、ケーキとかならいいなって思って提案してみたんですけど、でもバレンタインとか良くないですか？まだ先なんですけど、バレンタインにお菓子作る、スイーツ部でお菓子作りたいです。スイーツ作りたい。そう一応ね、一応こういうのどうですかねとか言ってみてるんですけど、もうちょっと具体的に言おう、次はね、具体的に言って、あ、でも今忙しいかな、うん、ちょっと様子を見ながらですね。まずあのここだけの話、バンドがあのバンドの方があんまり、そう、ちょっとね、なのでちょっとどうなるかなね。そう、まずはシングルのリリースがあるでしょ。でちょっと多分忙しいから、あれ ?765 うん、どう
うん、どうしましょうか。ね、そうなんですよ。今ベースは誰になるのかって言ってからちょっと何ヶ月か経っちゃって。そうなんですよ。あ、でもちゃんと聞いてみたりとかはしてるんですけどね。そう、聞いてみたりはしているので、皆さんも一緒に待ってくれたらいいなと思いますね。4期生の誰かにベースを教える。なんかさ、ギターできたらさ、ベースもできるし、ベースも私はちょっとだけ弾けるので教えられそう。確かに。ベースはまだ決まっていないので、私が知らないだけかもしれないけどね。でもそれもどこかで披露したいし、スイーツ部の方も動かしたいし、ヒロカッピすっごいベース顔してる。軽音の中だったら絶対ベースしてるよね、あの子。あ、でもキーボードの可能性も。いや、でもベースが似合うと思う、ヒロカッピは。え、そうそうそう、ベースが、え、ねえ、わかる？あのね、あるんですよ、この軽音あるある。何顔がいるんですよ、みんな。ね、みんなベース顔？ベース顔？って言うんですけど、そう、ベースやってそう、すごく。私は高校の時にすごいボーカル顔だねって言われたんですけど、ギターやってました。私はボーカル顔らしいです。リリカもボーカル顔ですね。あおちゃんのベースはいいですね。あおちゃんはキーボード顔してます。キーボード顔。そう、全メンバーが何顔なのか表にしてほしい。わ、待って、それやりたいですね。やりたいやりたい。萌萌はドラム顔？萌萌はドラムかキーボードですね。カスタネット顔は杉本萌です。杉本萌顔がカスタネットです。あおちゃんドラム配信してたの？へえ、そうなんだ。磯丸は、うわー迷うけど、磯丸はギターですね。ギター顔してます。なんかね、あるんだよね、私の頭の中で。そう、勝手に直感ですけど、シンバル顔、まさかの ドラム顔ではなく、シンバルの方ですか。あおちゃんドラムしながらランキング読んで。ちょっと待って、どういうこと？あ、ちゃか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 ってこと？確かに私もギター配信したい。そう、私はね、そう、今、あ、もう56分だ。私は
今その新しいギターを買いたいんですけどって相談してて、それがちょっと話が伸びてる状態なので買えるかちょっとわからないんですけど、新しいギターも買いたいですね。そう、アコギも買いたいしエレキも買いたいしっていう感じ。レスポール私持てるかな。でもいいですよね。そうそう、メーカーとかで今相談してるんですけど、ちょっと忙しいので運営さん忙しいですよね。ありがとうございます。なのでちょっと一緒に気長に待ってくれたらって言っても、ちょっと時間経ってるよね、ごめんね。もうちょっと待っててね。アコギはソロとユハテンの妹ちゃんが飽きるからもらおう。え、そうなの？ユハテンの妹ちゃんがアコギやっててもうちょっとで飽きるの？面白いね。それをみんなが把握してるところまでセットでは面白い。でも楽しみだね。これからいろいろ動くかもしれないのが。ちゃんとスイーツ部の方も動かしていきたいと思ってるのでお楽しみに。それでは壇上を読みます。13位スパローさん、ありがとうございます。12位リーヤマさん、ありがとうございます。11位ケイヤさん、ありがとうございます。10位朝雪さん、ありがとうございます。9位なおくん、ありがとうございます。8位みーさん、ありがとうございます。7位 MS さん、ありがとうございます。6位かちさん、ありがとうございます。5位たかちおぴぴぴさん、ありがとうございます。4位とみのすけさん、ありがとうございます。3位さりょうさん、ありがとうございます。2位スキャットさん、ありがとうございます。そして1位はお疲れさんです。ありがとうございました。皆さん配信見てくれてありがとう。明日公演があるんですけど、私はいないので魂を劇場に飛ばしたいと思います。皆さんもゆっくり休んでね。おやすみなさい。またねー。